皆さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、セブンでめっちゃ気になったやつを買ってきました。それがこちらです。レアチーズ氷、こちらを食べていきたいと思います。アイスなんですけど、ティラミス氷だったじゃないですか。あれがねめっちゃ好きで、これも美味しいんじゃないかなと思って買ってきました。そういや明日休校になりました。ミックスベリーソース入りココアクッキーがけってやつですね。それでは開けていきたいと思います。こんな感じ、めっちゃココアクッキーが露骨に塗っております。いただきます。うん、美味しい。寒い、冷たい。じゃあ歯にしみる冷たさ。ここにミックスベリーソース、ここに入ってるんですけど、めっちゃ美味しいです。あのチーズはね嫌いなんですけど、チーズ味がめっちゃ好きで、前のティラミス氷のココアパウダーの下のチーズ味の氷の上にココアクッキー乗ってて、あとはねところどころにミックスベリーソースが入ってる感じです。だからね、ミックスベリーソースないとこだけ食べると、あのティラミス氷の味がするような気がします。普段チーズが嫌いな人でもこれはさっぱりしてる感じなので食べられると思います。めっちゃ美味しいので、よかったら皆さんも食べてみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。